一計を案じましたが、これであろう。激闘の末に董卓を破った連合軍であったが、もはや五漢王朝は完全に権威を失っていた。中国全土は軍友が各地に割拠する戦国乱世へと突入する。この中で台頭してきたのが曹操である。曹操は天子を擁し、当時最大勢力であった袁紹を破って、中原から他北のほぼ全域を支配下とするまでになっていた。建安13年、曹操は自ら大軍を率いて南征を開始。瞬く間に慶州を蹂躙し、勢いに少しの衰えも見せぬまま、孫権の勢力圏である揚州に侵攻しようとする。孫権は盛況な水軍を勝ってこれに応じるが、数倍の兵力を有する曹操軍との戦力差は明らかだった。迎え撃つは総司令官の周瑜。決死の覚悟で呉の命運をかけた防衛戦へと臨む。